想像しいな。朝からこれでは精神衛生上良くないな。先が思いやられるが致し方ない。これも覚悟の上。よーし、こいつで。やったー！タケルちゃん、さすがにもう起きてるとは思うけど、今起こしに行くからねどうした？奇妙な声を出してない。タケルちゃん、得しちゃうよ。確かに、そろそろ起きねば遅刻するな。なぜだ？あら、ちょっと待って、落ちるのは待って。ひどい。タケルちゃん！あ！タケルちゃん！まだ寝てたの？起きてよ！私はタケルちゃんを起こすと心に決めたよ。そっちだってタケルちゃんの都合だよ。あの者も親切で言っているのだ。無下にするでない。え、タケルちゃん、あ、わ、わ、
だよ、不純だよ、汚れてるよ。信じられないよ。信じたくないよ。タケルちゃんのバカ。ご飯一つでひどい言われようだよ。大丈夫だよ。この辺泥棒なんて話聞いたことないもんね。これで明日から安心して起こしに行けるよ。私は気にならないけどな。だって、タ
ケルちゃんが人の話聞かないの昔からじゃん。今さら何言ってんのさ。私ぐらいのもんだよね、きっとタケルちゃんと会話できるの。そう？断る。止まった。開口って何？ありまくりだよ。全部口に出てたよ。だいたいどう見てもあれ人間でしょ。これ以上は食らわないようだ。え、嘘、どこ。死ぬかと思ったよ。ウサギさんだよ。それに薄汚いなんて言わないで。じゃあ新しいの買ってくれる？そう言うと思ったよ。
マンの顔可愛かったよ。遅いよ、もうよれになっちゃうよ。ほら急いで急いで。どうせ一人じゃもう満足に走れないでしょ。私が引っ張ってってあげるよ。はいはい、ほら行くよ。と思ってんのよ。え？違うでしょ？あなたよ白金くん。毎日毎日遅刻ギリギリで、おまけに入ってきた途端騒がしくて。そうだそうだ。鏡さんも。白金くん、よくない。そうよ、文句ある？ご忠告ありがとう。まったく、少しは鏡さんの迷惑も考えてあげたら。え、私？一緒に遅刻して騒いで、白金くんだけじゃなく鏡さんまで先生に目つけられたらどうするの？するわ、鏡さん。うん、ありがとう、榊さん。とにかく白金くん、遅刻するのは勝手だけど、教室で騒がないで。今のうちからそんなだらけた生活してると、な、何よ。え？あ、なんか嫌な予感。
何？でも、タマセさんももう少し余裕持ってくれば、そんなに焦らなくて済むのよ。白金くんなんかと一緒にしたら、タマセさんがかわいそすぎるでしょ。ほら渡り廊下、もう神宮寺先生歩いてる。教室に入りなさい。あ、本当だ。行こう、ミキちゃん。うん。神宮寺先生でしょ。先生を名前で呼ぶ上にちゃん付けなんて。ほら、早く教室入って。院長よ。そっちこそ、バカは休み休みにしていいわね。みんなおはよう。さ、席ついて。それじゃあ出席取るわね。今日の休みはまずは鎧くんと、今度はどこ行っちゃったのかな。北極とか南極だったり。マリモ先生、ミコトちゃんはどうしましたか。南太平洋あたりだって今朝お父様から連絡があったそうです。
録。あと欠席は早峰さんね。なりま先生、けいちゃんはどうしましたか？さあ、あやみねさんは連絡受けてないわね。はい、それじゃあ。悲しいお知らせがあります。ゴーダくんが転校してしまいました。はあ、転校ですか？何でも急に野球の実力校からスカウトが来たらしいの。ムードメーカーだったのに残念ね。タケルちゃん、大田くんが転校なんて知ってた？なんだろう。ヨロイくん仲良かったからね。じゃあみんなも精一杯悲しんだところで、転校生を紹介します。おまたですか？白金くん、よかったわね。さ、え、はいはい、白金くん、はしゃぎすぎよ。今日から皆さんと一緒に勉強することになった三つ剣明夜さんです。明夜だ。以後見知りよくがよい。席は、そうね、白金くんの隣にしましょう。ちょうど空いたから。は、心得ております。
ける？共に過ごせることを嬉しく思うぞ。昨夜は夢心地であった。傍らにそなたのぬくもりを感じて眠れたのだからな。どういう意味？どこまで行きましたか？私生活に口出すつもりはないけど、学内の風紀が。なんでタケルちゃんと一緒の布団で寝てたの？剣さんってできてんのか？嘘、かがみさんどうなっちゃうわけ？たけるさん、ひょっとしてあんなことやこんなことしちゃった？口ではああ言ってるが、ムキになって否定するあたり怪しいと思うわ。きっちり説明してもらいましょうか。記憶もないですか？騒いでいるのだ。名屋で良いと言っている。それよりタケル、皆がそなたに向ける目が尋常ではないが、何かあったのか？何かあるのなら私に話すがよい。
何を遠慮している。そなたの窮地は私の窮地だ。そなたの、おー、レイヤちゃんってなんかすごいね。そなたは？私、タマセミキ。よろしくね、レイヤちゃん。人か？猫か？どっちでもいいよ。そうか、見知りよくがよい。名屋でよいと言っておろう。なぜ名を呼んでくれないのだ。タケル、私の名を呼べぬ理由があるのなら言ってくれ。開ける。どうあってもこの願いは叶わぬのか。私とそなたの距離に近すぎるなどと。学食なるところに行くのか。昼時は非常に混み合うと聞いているが。戦争？そなたは昼食一つでそのような危険な場所に赴こうというのか。
私に任せるがよい。出て行っちゃいましたね。任せるって何？そなたはせっかちだな。ようだな。なんか大きいのが降りてきたよ。コックさんだ。いっぱい出てきて。シロアリみたいだね。今日は少々手間取っているようだ。知らぬ土地ゆえ許すがよい。お嬢様、お待たせいたしました。さあ、何でも好きなものを彼らに頼むがよい。いずれも頂点を極めんとする匠の料理人たちだ。すごい。ミキはね、ミキはね、にゃん。さあ、何が良い？和洋中、望みとあらば少数民族の特殊な料理でも構わぬ。廊下の向こうまで続いてるわ。御剣家の厨房を預かる料理人たちだ。そなたのために集めたのだ。遠慮することはない。だから先ほどからそなたの一言を待っている。さあ、何でも申せ。よい。何か問題があるのか？モーセ、いや待て。なるほど、そういうことか。許すがよい。私としたことが無作法であった。料理長、宴の支度を。皆との出会いを祝して昼食は我が御剣家が振る舞わさせていただく。開いた！なんで私が叩かれるの？どういうことだ、タケル。何か問題が。そなたがそこまで言うなら。料理長。は、仰せのままに。あんたです。
ケルちゃん。どういうこと？南西大吾は大変なグルメで、これはそのご機嫌を取り持つためのものだったと聞くぞ。その絢爛豪華さは桁違いで、漢族の料理108種類と満州族の料理108種類を永遠と数日間にわたって食べ続けるらしいわよ。そんなものをどうやって学校で食おうってんだ。あいつバカだ。私にはそうは聞こえんが、まあいい、それでよいのだな。料理長、聞いておったな。早々に。タケル、大丈夫か？辞書。たまたま投げた辞書がタケルちゃんに。私の手からもなぜか辞書が飛んでいってしまったわ。えへへ、スミカちゃんとチズルちゃんが面白そうだったので、ミキもやってみました。なんと、この学園では辞書を投げる習慣があるのか。時々ね。それよりタケルちゃんがこれだと満貫全席は無理だね。三剣さん、そのお騒がせな、じゃなくて迷惑な、でもなくて、とにかく料理人さんたちにお引き取り願えるかしら。しかしタケルの昼食が。タケルさんは夢の中でお腹いっぱいお料理食べてますよ。だいたいそんなもの作られたら昼休み中に食事終わらないでしょ。そなたの言っていることはもっともだ。他の者の邪魔にもなろう。料理長。は、仰せのままに。タケルちゃん、どうする？とりあえず、放っておきましょう。それじゃあ、みんなでご飯にしましょう。タケルちゃん、どういうこと？してよ。なんだ、このような場所で立ち止まって、どうした？鏡も何やら機嫌を損ねているようだし、何かあったのか？ここをまっすぐ行ってすぐのところだ。私とタケルちゃんの家の近くだね。語彙が重複しているし、蝶が変だ。
し。そうだな、そういうことになろう。いや、そういうことだ。それより帰らぬのか。人はいさ心も知らず、ふるさとは花ぞ昔の花に似ほいける。よい、気にするな。狭くなったのか。どうせろくでもないことだよ。ここで遊んでいた頃のことを覚えているのか。そうか。ねえ、あれ。何になるんだろう。なくなる？ここがなくなる？いるけど大抵同じ子だよ。子供がもう少ないんだね、この辺は。コンビニできるといいね。そしたら便利になるよ。タケルちゃんだけだよ。ミツルギさんは？戻るなり騒がしいな。タケル、案ずることはないぞ。あの公園は未来永劫あのままだ。そなたも騒がしいな。誰か茶を持て。なんで知ってんだ。すっとぼけるんじゃないわよ。お母さんが買い物から帰ってきたら、制服を着た髪の長い女の人がここに入ろうとしてて、声をかけたらにこやかに、今日からここに住むことになったミツルギ姉やと申す者ゆえ、以後見知りおきよって挨拶された上に、家から出てきた変な女の人に近づきの印にって高級菓子折りなんかもらっちゃったって言うから来てみれば。
タケルちゃん、どういうことよ。そなたたち、うるさいって何よ。おじさんとおばさんが旅行に行ってるからって、何してんのよ。そのことについてなのだが。ダメ、絶対ダメ、ダメ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 。この野郎ってなんだよ。私女だもん。お食事のご用意が整いましたが。わかった。そなたたち、食事の用意ができたそうだが。食事の用意って、タケルちゃん一体何様？バカって言った。バカって言う人は自分がバカなんだよ。タケル？返事がないですね。意識レベルも低下しております。大丈夫なのか？私にお任せください。メイヤ様はお食事を。そうか、よろしく頼むぞ。だけか？こうちゃんもたっちゃんもウルターベンパワード見に帰っちゃったよ。あ、忘れてた。タケルちゃんはウルターベンパワード見ないの？見ない。どうして見ないの？つまんないからいい。それより何して遊ぶ？嘘だ、タケルちゃんウルターメンパワードごっこしていっつも遊んでるもん。ガルバンごっこだってやってるよ。いいの？見ないの？うるさいな、見ないったら見ないの。それより二人だけど何かして遊ぼうよ。いいの？帰った方がいいよ。始まっちゃうよ、ウルターメンパワード。ウルターメンパワードが好きなら約束は破っちゃダメなんだ。約束？スミカとここで遊ぶって言った。いいの？いいよ、さ、遊ぼうぜ。本当に？本当だ。ほら、遊ぼうぜ。うん。
何して遊ぶ？何する？よし、ケーキを作るぞ。どうやって作るの？バッカだな。砂で作るに決まってるだろ。へえ。やったことないのか？砂場初めてだ。そっか、なら俺が教えてやるぞ。うん。こうやって砂を集めるんだ。あれ、なんか柔らかいな。変なの。どうした、タケル？目が覚めたのか？あ、今は何時だ？本日は松葉に良いマサバが上がりましたので、しめサバにいたしました。それはうまそうだ。それではいただこう。どうした、タケル？気にすることではなかろう。何か私の顔についておりますか？あら、申し遅れました。私、メイヤ様の侍従を務めさせていただいております、つくよみと申します。以後お見知りおきを。昨日の夕食時にでも紹介しようと思っていたのだがな。うん、これは見事だ。そなたも食べるがよい。なぜだ？端的かつ絶大な説得力だな。しかし、それは。ん？そうだ。よろしいのですか？よい。かしこまりました。タケルさん、あれ、あれ、させるゆえ、鏡も一緒にどうか。松葉より良いマサバが届きまして。え、え、
ら申し遅れました。私、メイヤ様の侍従を務めさせていただいておりますつくよみと。はあ、なんで？そうだ、そのことを伝えようと思っていたのだ。つくよみ？はい、こちらに。不純異性交友教科書。最後を見るがよい。ということだ。ここを曲がりさせていただく間、タケルの父上様、母上様には存分に旅行を楽しんでいただいている。世界の神秘の伝説ツアー？世界一周と聞いているが、お二方たってのご希望で周遊の折のスケジュールに組まれております。うん、お戻りは早くて年明けかと。見ての通り正式な許可をいただいている。安心するがよいぞ。それにしてもタケル、そなたはもう少しその優しくいたせ。あ、いや、胸を触るのは構わないのだ。ただもう少し手加減を頼む。今朝は少々痛かったぞ。まあ、なんと荒々しい。タケル様、男らしいですわ。男子たるもの、夜の営みにおいてふぬけているよりは多少そやな方がよいというのはつくよみから聞き及んではいる。それゆえ私もそのことについてはよいのだが、乳房とは女性が女性たる素晴らしき部位の一つであり、非常に繊細であるがゆえにより一層の。翻って日常の生活においてもう少し婦女子に対して優しさといたわりを持って接することを実践してはどうか。特に鏡についてそなたはそやに過ぎる感があり、私としては理解に苦しむ点であるがゆえに、この機会にそなたに。昨夕昨晩のそなたと鏡のやり取りは一体どのような理由に基づいて行われたものであるのか、私はぜひに説明を求めたいところで。メイヤ様。ん？タケルはどうした？外にてお待ちでございます。さあ、カバンをお持ちになって。はい、それでは行ってらっしゃいませ。わかった。せっかちなやつだ。鏡、準備は良いか？え、あ、うん。つくよみ、先ほどのタケルの言葉、
すべてお任せくださいませ。頼んだぞ。大丈夫か？お前がいきなり車の前に降ってくるから驚いたぞ。俺でなければ買わせたかどうか。お前が白金タケルだな。俺はメイヤ様のお車役を仰せつかっているものだ。ともすれば長い付き合いになるかもしれないからな。顔ぐらいは覚えておくぞ。高橋、おはようございます。メイヤ様、お迎えに上がりました。うん、今朝は徒歩で行くつもりなのだ。許すがよい。かしこまりました。ではお気をつけて。なんか長い車だね。そうか、60メートルくらいだろう。ごくごく普通に。どうした、行かぬのか。良い、気にするでない。タケルちゃん、行こう。やだ。別に良いではないか。減るわけではない。うん、そなたは恵まれておるな。
おはよう。あ、やっぱりさっきのそうだったの？まあ大丈夫、人間って意外に丈夫にできてるから。腕のいい脳外科医なら紹介するけど。あたたたた、死ぬかと思ったよ。おはよう鏡、朝から星になるなんていい技持ってるわね。光月先生ひどい。次からは避けてね。タケル、このご婦人は教師なのか？そなたと鏡といい、光月教諭といい、この学園の風習はいささか。これが噂の転校生？ご訂正なさいませ。三剣財閥次期当主をこれ呼ばわりとは聞き捨てなりません。下がれ、つくよみ。恐れながら。よい、今の私は一階の学園生だ。さきの光月教諭の言葉、何も問題はあるまい。はっ、出過ぎた真似を。光月教諭、家臣のご無礼、この名家の不徳の致すところ。とんだご無礼を、平にご容赦を。つくよみさん消えたね。私も知らぬ。いつもああなの？いつもああだ。三剣財閥って？私の成果だ。重工業から銀行、ファミリーレストランまで幅広く事業を展開し、日本経済の中枢を支えている世界でも屈指の財閥でございます。名屋様は世界に冠たる三剣財閥次期当主なのでございます。三剣財閥は先々代によって行われた聖域なき構造改革によって、その2000年の歴史で築いた確固たる地位をさらに揺るぎないものとし、その影響はそれを範として現日本政府が遅ればせながらも政治改革の指針を示したほどでございます。頂点を極めた後にも自己改革と躍進はとどまることなく、絶対邁進の精神により商工業、金融、生物、医療、コンピュータ、福祉から物流など幾多の産業分野において成功を収めてまいりました。これら全ては財閥の基盤となる後世に範を示す精神により育まれたものであり、その教えはさらなる歴史を語ることにより今現在もより強く確かなものへと進歩を続けております。気高い志は今まさにこの瞬間も大空を羽ばたき、その羽は成長期を向けて宇宙にまでたどり着いております。ロシア、アメリカに先進を許した宇宙開発事業においても、いずれ三菱の名が世界を震撼させることでありましょう。常に時代の先を目指す三菱財閥に不可能はございません。先々代は言うことでました。三菱に生を受け者は天命、生涯に一度後世にそんな驚かせを出すものになると。その場合君は常に三菱に出する者の精神と深く結びつき、いつの時代にも必ずや形を成し世界を啓蒙するものとなって、皆様方の目の前に姿を現していくのでございます。
素晴らしきかな、三剣財閥。それでは失礼いたします。というわけだ。つくよみさんって神出鬼没だね。私を支えてくれている家臣の一人だ。専属侍従長兼教育係としてよくしてくれる。うん、学問以外の知識は全てつくよみから学んだと言っても過言ではない。警護としても優秀でな。見たろ、あの担当を使わせたら右に出る者はおらぬ。これぞまさに平常心、凄まじいばかりの胆力、恐れ入りました、光月教諭。先生、教諭はどこぞ名のある武人に違いない。やだただただ。なんだタケル。私に言いたいことがあるのなら言うがよいぞ。さあ行こう行こう。ん？あれは榊ではないか。ラクロス部の朝練が終わったのかな。榊さん、おはよう。あら、榊、良い朝だな。おはよう。珍しく早く来たと思ったら朝から随分とおめでたいわね。あ、別に私がとやかく言うことじゃないけど、学内では限度をわきまえてね。榊は何の練習をしていたのだ。ラクロスだよ。ラクロス？その競技は初めて聞くなだ。別に取り立てて鼻のない地味なものよ。競技の激しさか。それは面白そうだな。つまらないことはよく覚えてるのね。は？
弱気？いい加減なこと言わないで。弱気になってたら後輩に付き合って朝練なんかするわけないでしょ。榊さんはね、白陵大に上がることが決定してるんだよ。だから部でも現役なの。別にそんなことまで説明しなくても。で、試合はいつどこで行われるのだ？ぜひとも見たい。え、それは。そうだな。ではそうさせてもらおう。私行くわ。また後でね。文武両道は健全な精神を育成する。頼もしい。ありがとう。少し疲れているようだな。言葉に覇気が足りん。存亡の危機とはどういうことだ。体操設備が整っていて驚いたぞ。ほう。社会の構造と同じか。水泳に力を入れているとは聞いていたが、すごいな。魔物？それはただならぬ事態だな。そんな危険な魔物を野放しにしていて大丈夫なのか？それはいかん。日本の恥だ。私が成敗してくれる。その魔物はいずこ。でかしたタケル。無限軌道流剣術免許開伝の私に任せておけ。このミナルカムイをここで抜くことになろうとは、腕が鳴る。神宮寺教諭には遅れると伝えるがよい。何しに行ったの？どんな話？決定してないよ。そんなこと言ってかわいそうだよ。自得でしょ。ほら行こう。遅刻しちゃう。みつるぎさんどうしよう。
なんだかな。ひどいよ。みんなおはよう。それじゃあ出席取るわね。あら、みつるぎさんは？は？そんなわけにいかないでしょう。はい、説明する。みんなおはよう。ゆうこ先生。ちょっとゆ、光月先生。先生のクラスは D 組でしょ。白がね、ちょっと顔貸して。あんた、自分の女の管理ちゃんとしなさいよ。ゆうこ先生、タケルさんがどうかしましたか？あんた、私の可愛い教え子を悪魔だの怪物だの散々言ってくれたみたいじゃない。とにかく物騒な刀振り回してるあんたの女、さっさと引き取りに来てちょうだい。それって、みつるぎさんのこと？白金くん、あなた何したのよ。じゃあなんで彼女が D 組なんかに乗り込むのよ。タケルちゃん、ラクロス部のことすんごいバカにしてたよ。ちょっと、どういうことかしら。白金くん、ホームルームは終わり。ちょっと D 組に行ってくるわ。榊さん、あとよろしく。出血だけ教えに来て。はい、わかりました。さて、どういうことかしら。じゃあ短くしなさい。魔物って誰のことよ。うるさいわね。あなたに何がわかるのよ。じゃあ何なわけ。出るわよ、バカ。ひがみ？なんですって？
にするにも程があるわ。なんですって？逃げようったってそうはいかないわ。今はまだホームルームの時間よ。教室の外に出ないで。時間的にはまだよ。あと5分もあるわ。あなたに好きになってもらわなくてもいい。はいはい、席に戻りなさい。あ、待ちなさい。あ、朝からなかなか。え？あ！これは単なる事故よ。それよりあやみねさん、挨拶くらいしなさいよ。あやみねさん、聞いてるの？あ、おはよう、けいちゃん。うん、おはよう。昨日はサボって今日も遅刻。そんなことでいいと思ってるの？昨日は。何よ。道に迷った。真顔で嘘言わないで。バレた？バレるよ。たまには遅刻も悪くないね。たまにって何よ。来れば遅刻、来ない方が多いくせに。いいもの見れたし。ねえねえ、それよりケイちゃん、昨日ね、転校生が来たんだよ。したぞ。ん？うわー、タケルさん人気ですね。だって昨日食べてもらえなかったんだもん。
そなたが所望していたという情報を入手したのでな。他にも、おいしそうだね。そなたのものだ。存分に食すがよい。私のお弁当食べてくれるよね。さあ遠慮するな。物理準備室へ。禁断の扉をとうとう開けてしまったようね。あら、人聞きの悪いこと言わないでよね。おとといのイベントで写真撮られまくってたくせに。
感想は？あーん！やっぱり担任としては責任取ってもらわないとね。今朝のこと忘れたの？大変だったんだから。しまいにはわけのわからないメイドみたいのまでわらわら出てくるし。何？あのチンマイの。さすがは三剣財閥、やることがド派手でいいわね。白がね、誰のせいでマリモがこんな目に遭ってるのか分かってんの？言うわね、白金。まあこっち来てお茶でも飲みなさい。それともコーヒーにする？はい。ミルクはそこの試験管、砂糖はこの瓶。どっちが宝山だっけ？知らないわよ。そう？じゃあ、はい。見かけに踊らされてるようじゃまだまだね。マリモを見なさいよ。え？あはは、私はもう慣れたしね。平然とそんなことしてるから男に振られるのよね。今月入ってから週末付き合いのいいこといいこと何かと思って調べたらさ、売られちゃったってわけ。1年か、最長記録だったね。だからとっとと結婚しろって言ったのにねえ。大丈夫よ、白陵時代から通算何回目？マリモもいい加減慣れてるから。ゴーチン？白金も逆パターンにならないように気をつけなさい。言うなら松茸と顔つきおにぎりの選択。ゴーダ、なんで転校したか知ってる？だって席空いてないんだもんね。しょうがないわよね。ま、どういうつもりか知らないけど、松茸は相当あんたに入れ込んでるみたいね。何したの？
顔つきおにぎりも鮭多めって感じだし、ま、サービスしてもらってるうちが花よ。わかる？あら、そう？ああ、待ちなさい。マリモのこれどう？そう、じゃあもう少し派手めにして次の球技大会ってとこね。キリーチ、ね、意気込んでるところ悪いけど。白金くん、今日掃除当番だからよろしくね。早峰さん、どこに行くのかしら。あなたも掃除当番よ。何か言いたそうね。まさか自分は学校来てないから汚してないなんてこと考えてるんじゃ。さすが。そんな言い訳は通用しないから。規則なんだからわがまま言わないでやりなさい。組織の犬なんですって。白金はいいって言った。でも残念ね、私も掃除当番なの。私は絶対に言わないわ。はい、ほうき。絶体絶命。ねえねえ、何やってんの。タケルちゃん帰ろうよ。鏡、はい。え、何このほうき。掃除頑張ってね。それじゃ。え？あ、うん。バイバイ。ちょっと待ちなさいよ。委任。してないでしょ？どうした？帰らないのか？もう一人つける。何の話だ？いい加減に。ねえねえ、タケルちゃん、机運ぶの手伝ってよ。え、もうバカ。何か始まるのか。掃除をするんだよ。なるほど、自分で使ったところは自分できれいにするというわけか。斬新かつ素晴らしい心がけだ。手伝おう。